岐阜県高山市の飛騨一宮みなし神社で正月三が日の祭銭を数えるかます開きが今日行われました。かますとはむしろを二つ折りにして作った袋のことで、昔は祭銭をかますに入れて保管していたということです。今年の参拝者数は例年よりも1万人ほど多い、およそ4万5000人だったということです。